皆さん、こんにちは。今回は複数のキャラの画像に一貫性を持たせて画像生成する紹介です。同一キャラに関してはキャラクターリファレンスコマンドを用いて生成ができるようになったな。はい、一人のキャラクターであればキャラクターリファレンスを用いることで同一キャラを作成するのは比較的容易なのですが、複数の同一キャラを継続して生成するにはテクニックが必要になります。複数だと具体的に何が違うんだ？今映像サンプルを流しますが、例えばこのように3人のキャラを維持して画像を作り続けることです。画像生成する際は複数キャラを登場させたい時が多いから結構重要なことだ。では早速作り方を紹介していきます。まずは登場させたいキャラクターを作りましょう。キャラクターの作成はおのおの好きな方法で構いません。ただしベースで使う画像はできるだけ全身が写っており、正面のものが好ましいです。今回はシンプルにこちらのプロンプトを使います。特に特別なところはないな。全身が写るように床に立ってるというキーワードと髪型がピンクのボブというだけだ。はい、シンプルです。すでに出力されて見えてますが、この子を一人目に選定します。細かいことを言うと、本当は服装がもう少しシンプルな方がベターです。というのは服装の絵が細かすぎるからです。ミッドジャーニーでは細部に関して一貫性を持たすのは苦手です。今回はそのあたりも織り込み済みで進めていくぞ。じゃああと2人も同じ要領で作っていこう。似たようなキャラだと見分けにくいので、2人目は分かりやすいように髪の色を分けて作ります。プロンプトはこちらです。この際にスタイルリファレンスを用いて最初のキャラクターの画像を指定しておきます。これはなんでだ？絵のスタイルが異なるキャラクターが同じ画像上に生成されると違和感があるからです。もし気にならなければ必要ありません。では2人目はこの子を選びます。1人目と見た目が異なり分かりやすいな。同じ要領で3人目を生成します。プロンプトはこちらです。次は青のお団子ヘアだな。はい、分かりやすく赤を緑にしました。3人目は4番の子を選択します。4番はちょっと足切れてるぞ。今回のサンプル紹介ぐらいなら問題ないでしょう。がっつり長期的に使う場合はもっと洗練させますけどね。よし、これで全員揃ったな。はい、それではこの3人の画像の URL を取得しておきましょう。やり方は画像を選択して右クリックから画像アドレスをコピーですね。最初コピーした URL は長くて扱いづらいため、一回適当に生成し簡略版の URL を控えるのがおすすめです。以後の作業で頻繁に使うのでメモ帳か何かにコピーしておくと作業がはかどりますよ。下準備は以上で終了です。ではこの3人が登場するシーンを作ります。その前に3人を登場させる上で一番大事なポイントを説明しようぜ。そうですね、分かってしまえば簡単なのですがかなり悪戦苦闘しましたからね。最重要ポイントは指定のキャラクターを登場させたい画像に最初誰も生成しないことです。最初作る画像にキャラクターリファレンスで1人登場させて後で残りのキャラを鍛えようとしてたが、これがどんなに時間かけてもうまくいかなかったんだ。もしかしたら別のやり方があったかもしれないですが、少なくとも私は解決できませんでした。なので私が見つけた方法で本日は解説します。言葉で説明するより見てもらった方が早いので早速始めましょう。これから生成する画像のスタイルを合わせるために最初に作ったキャラで背景含めた画像を生成します。プロンプトは適当で構いませんが、今回はこちらを使います。生成された画像から好みのスタイルを選びます。今回はこの画像をベースのスタイルにしました。では次に3人のキャラが含まれていない女性の画像を作ります。プロンプトは3人登場させたいので 3R を入れてます。またスタイルリファレンスで先ほど作成した画像を選択しています。これは絵全体のスタイルを合わすためです。これ入れないと絵柄がバラバラになるからな。生成の結果このように3人のキャラとは全く関係のない女性たちの画像ができました。ではこの画像を使って指定の3人に置き換えていきます。まずバリーカッコリージョンを選択します。そうしたらまず1人目を投げ縄ツールで囲っていきます。この囲いの作業はあんまり丁寧でなくて大丈夫だぞ。ただ置き換えが1回でうまくいく確率は 30% 程度だ。何回か試してうまくいかないときは囲いの範囲は少し変えることでうまくいくときもあるぞ。簡単に諦めずにトライしてみてくれ。囲い作業が終わったら次にコマンドを追加します。ここでキャラクターリファレンスを用いて置き換えたい画像の URL を入れます。以上で終了です。
矢印ボタンを押して実行します。数十秒後に生成された画像がこちらです。今回は一発でいい感じになりました。この中で好みのものを選択します。今回は U さんを選択しています。これで指定キャラ1人の置き換えが完了です。続いて2人目だな。この画像で再度バリーカッコリージョンを選択します。手順は先ほどと同じです。今度は真ん中の女性を囲っていきます。ここもあまり慎重にならずに、見ての通りかなりざっくり囲っています。囲い終わったらキャラクターリファレンスを2人目の URL に変更します。これで完了です。矢印を押して実行します。数十秒後にこちらの画像が生成されました。今回も違和感なく置き換えができています。今回はこの中の一番を選ぶことにしました。あとは最後の一人だな。はい、ではこの画像で再度バリーカッコリージョンを選択します。手順は先ほど同様に女性を投げ縄ツールで囲います。囲い終わったらキャラクターリファレンスの URL を3人目に変更して終了です。3人目は服の色が白に変わってしまった画像もありますが、それ以外は綺麗に置き換わりました。今回は3番目の画像を選択しています。3人ともすんなり置き換えられたな。そうですね、実はそれには理由があります。元のキャラの画像と置き換える画像のキャラの構図が似ていたからです。というと、例えば元のキャラの画像が半身であったり、置き換え用の画像が横を向いていたりすると一発ですんなりとはいきません。なるほど、そういう場合はどう対処するのだ。何度チャレンジしてもダメな場合は元画像を複数用意します。例えば横向きの画像や座ってる画像など、置き換え前の画像と類似させることで成功率が上がります。じゃあ次はすんなりいかなかったケースを見てみようか。ではこちらのケースをお見せしましょう。プロンプトは最初とほとんど変わりません。和尚プールにしただけです。ただ見ての通り最初のケースとは違い、それぞれのキャラの構図がかなり異なります。あと服装もネックだな。プールだから服装がこのままだとかなり変な画像になってしまうぞ。とにもかくにもやっていきましょう。ではバリーカッコリージョンを押していきます。これまで通り女性を投げ縄ツールで囲います。またキャラクターリファレンスで URL を指定して実行します。できた画像がこちら。予想通りといえば予想通りだな。はい、一応3回試しましたがいずれも同じような画像でした。この場合どうするんだ。キャラクターリファレンスにはキャラクターウェイトというパラメータがあり、その値を調整することで服装の変更が可能になります。デフォルトは100となっており、100だと服装も維持されます。よってキャラクターウェイトを0にし、プロンプトで着せたい服装を指定すれば良いのですが、ここでもう一つ大きな問題があります。現在ミッドジャーニーでは水着規制があり、水着の単語を指定するとエラーが出ます。偶然水着の画像が出るケースは OK なのに、水着指定ができないのは厄介だよな。はい、そのため今回は水着部分はそのままにして顔の置き換えで対処します。ではもう一度やってみます。選択範囲を一度解除して顔だけを選択していきます。さてどうなりましたでしょうか。置き換わりはしたけど違和感ありまくり。顔と水着が合ってないんだな。そうですね、この女性はピンクの水着の子に置き換えた方が良いですね。こっちは青髪のキャラに置き換えてみましょう。では再チャレンジします。顔の範囲はそのままで URL だけチェンジします。さてさてうまくいくかな。悪くないね、元の水着画像とマッチしてるよ。この調子で残り2人もやっていきます。ではこの画像から再度バリーカッコリージョンを選択します。水着部分は残して顔だけを選択します。キャラクターリファレンスの URL を赤髪の女性に変更したら完了です。赤じゃなくてピンクだけどな。ピンク髪って言いづらいのでそこは見逃してください。ちゃんとできてるっぽいな。水着の色と髪の色は似てる方が無難なんだな。では最後いきます。最後が描画スペースが小さく、水着も黄色という点が悩ましいポイントです。描画範囲が小さいと失敗率が非常に高まるので、試しながら調整していくことが増えます。とりあえずやってみます。
これまで同様に女性を囲いますが、スペースが狭いので今回水着も囲ってしまいます。画像が小さいと服装に違和感が出ない可能性があるからな。はい、ではプロンプトで URL を変更して実行です。さてさて、どうなったかな。紙で服がほとんど隠れてるな。少し髪がマリマリすぎる気もするが、4番なら許容範囲だと思うぞ。そうですね、そこまでおかしくないですし、これで決定しましょう。これで完成です。これで終わり。まだ一番難しいのが残ってるじゃないか。一番最難関な後ろ姿への置き換えはかなり複雑なので、次回動画でご紹介したいと思います。確かに後ろ姿にするので苦労してる人もいるだろうから、そっちのタイトルで動画にした方が良いかもな。なお、難しいのは虹の画像だけです。虹でなければ後ろ向きにするのは比較的容易です。ぜひ皆さんも虹画像を後ろ姿に置き換える方法にチャレンジしてみてください。それでは以上となります。チャンネル登録と高評価もよろしくね。バイバイ。